我？怪我なの？怪我というかまあ故障者リストですね。故障者リスト。太りすぎた。待ってびっくりした。今週からはマジで痩せますよ。まずアイスやめたりしない。アイスはやめないよ。一日1個だった。あ、そっちか。ここ行ってる。ここ出てます。卒業した。全国優勝まで。全国優勝？いいとこも行ったんですよ。ソフトボールの3ヶ月で。話がどこ行ったって感じで。そうですよ。話でしょ。社長の話。前は、まあ、はい。岡部君が。疲れたな今日。走り回ったね。なんかちょっとテンションが上がらない。息切れしてるみたいな感じで。結構パンパンのスケジュールの中あれですけど、うん、岡部くんがなんとすごいです。重大発表会。どうやって引っ張ろうと思って。なんて言ったって今日平日ですよ。平日あそうか。平日の日中に月曜日にここにいるから。そうそうそう。何事かとなるか。何事かだよな。うん、めちゃくちゃ引っ張る。視聴者が向いて大したことねえやんってなるかもしれないし、そうそうマジってなるかもしれない。怪我なの？怪我というかまあ故障者リストですね。故障者リスト。お前その帽子なんだ。なんかちょっと可愛いじゃん。え、前から持ってましたけど。あ、可愛い。変わってなかったです。あ、何のブランドなんですか。わからないです。あ、好きなの。ニヤって書いてあるじゃん。買取王国で2000円ぐらい。でも買取王国で2000円だけじゃん。ちょっとでも可愛い。ちょっと毛玉がいっぱいついておいてきたらいいよ。岡部さんっぽい。あ、うまいよね。そういうの。なんか岡部さんこういう感じがね、おしゃれ古着って感じ、ね。あ、そうだな。結構そういうのちゃんと、あ、古着屋とかでいろいろ見て選ぶの。あ、見ます。オースとか行ったり。あ、マジ？はい、一人で。一人は行かないです。なんかこだわり強かったですよ。一回一緒に行ったけど。あ、本当。これ違うなみたいな。そうそう、これでこういうのでいいじゃないですかって、みよちょっと興味ないから適当に決めて、こういうのでいいじゃないですかとか言うと、それ違うみたいな感じだった。そう、だから服も古着なの。これ古着です。結構可愛いの着てんね。こういうの探して買うんだ。何お前、じゃあ、まあ、どっちか行こうかな。今日なんで休んだんですか。故障者リストはどういう意味か。故障者リストがどういう意味か。故障者リストは、うん、まあ、多分なんですけど、今まだこの後病院なんで、うん、まだ原因ははっきり分かんないですけど、多分太りすぎた。何キロ。そんな太ったの。そんな急に太ったって感じしないんですけど。そんな太ったって感じしない。じわじわ太ってるんですよ。いや、待って待って、今視聴者さんは太りすぎたから休んでるみたいな状況になってるから。最後まで。でもそう、間違いじゃない。なんだろう。太って上半身重くなって膝に来ました。膝が痛い。痛いっす。成長期じゃない。成長痛。26歳で嬉しい。で今日でも朝ドバイ行ったんだろう。なんか今日なんかリュウジが言ったけど朝おったけどな。朝ドバイ行きましたよ。実習生とかは送っていかなきゃいけない。朝行って朝起きて患者さんに5時半に電話したんですよ。うん、ちょ膝がやばいっすよ。でもとりあえずハイエースはもう僕の家の駐車場にあるんで。昨日は仕事日曜日だから野球でした。野球だからじゃん。お前野球だからよ。お前何でお前なの太ったもんだって仕事で。いやでもほんと野球でじゃないです。ほんとほんとに。でも前の週間カンツさんにも言ってたんですよ、膝が痛いっす。いや、日曜日に野球やる前から。そうそう。なんで野球出て行って。だってお前野球はソフトボールかなんかはなんかまあまあそうやろ。あ、ソフトボールは高校生かなんかですね。高校生の時です。ここ行ってんの。ここ出てます。卒業したの。卒業します。で、ね、どこまで行ったの。ソフトボールですか。うん、ここは一応全国優勝まで。全国優勝。前も言ったことある。あ、地区大会優勝ぐらいじゃない。あ、じゃないです、全国優勝。レギュラー。レギュラー。何やったの。外野です。マジ。ソフトで全国で優勝と国体準優勝。うそ、すげえなこいつ。聞いたことあるからそんな驚きにならんけど。それなのにこの自己管理能力のなさ、なんで。あ、それはあの徹底した管理があったから。いや、人に管理されてたってこと。そう、監督に。あ、じゃあ、あ、そういうことだ。じゃあもう厳しいの耐えていけるんだ。そうですね。じゃあもう、じゃあ俺はもう全然厳しくていいんだ。じゃあ社長もっと厳しくていいやって感じなんだ。そうもっと厳しくして俺を伸ばしてくれって感じだな。逆にそんななんかド M みたいになっちゃうんですけど。俺を料理しろよって感じだな。ほんとぬるいんだぐらいの感じ。ぬるいんだよぐらいの感じなんだ。そうっすね。あ、マジ、すごいね。でも全国大会優勝はまあまあレベル高いでしょ。一応高校出てそのいいとこも行ったんですよ、ソフトボールの仕事で。うん、速攻やめましたよ。周りの友達が遊んでるんで。遊びたくなっちゃってみて。もったいないな。最初はやっぱ企業っていうか会社だから、うん、やっぱ最初は高卒1年目で低いじゃないですか。うんうん、でも友達は現場で、うん、バーって稼いで、うん、
で僕が行ったところは3年耐えたら3年後からバンバンって上がるんですよ。あ、そういうの3年間がちょっと厳しい。厳しいから3ヶ月で10分の1や12分の1か単純にびっくりしちゃうぐらい。だってスポーツ行くってまあまあすごいよな。すごい、社会人、社会人な。今じゃ流れに流れ、名古屋の小さな練り替え道場で YouTube 撮ってごちゃごちゃ怒られて毎回全国に何サーション流れてきましたね、確かに。で静岡から一回名古屋から離れて東京行って、うん、こっち来ました。東京で選手でやったの？あ、そっちで仕事してた。東京は選手じゃないですか。あ、選手を辞めて、はい、静岡で選手やって、うん、そこを辞めて東京行ってで仕事して、仕事してこっち来ました。でそこで問題起こして東京におれんくなって、全然あの会社が潰れたんです東京。あ、別におれんくなったわけじゃない。あ、じゃないです。なんか言ったよな、結構足場の上でボーボーに殴られて血だらけになった。あ、それは静岡です。すごかったんですよ、もう親方が暴力とか。ブレスカなんか落とすよ。マンションの改修で、マンションの手すりが曲がっちゃって、うん、お前、じゃあ今からお前も曲げたるわって。鼻バカーンいかれて。マジで？鼻もひん曲がって。そう。鼻血だらったらで。それなの、社長？社長で。マジで？で、しかもこう、僕こうなってるじゃん。うん。こうなってるところに前蹴りバーン飛んできて。マジで？もう鼻が完全にいかれて。で、その後、一件あって僕も、もう絶対やめたると思って。うん。とりあえず、あ、3日ぐらいバックレたんですよ。僕もアホだから家にいたんですよ。家の鍵が、うん、あの番号のやつだったんですよ。アホなんで0000だったんですよ。ですぐバレて、開けられて、とりあえずトイレの中に閉じこもったんですけど、まあ、それも開けられて、トラックで来たんですよ。とりあえずお前は逃げるからって言われて、ここ、あの助手席にラッシングされて。ラッシングマジで？で、足番線でバッチバチに締められて、嘘で、めちゃくちゃ痛くて、もうここ内心。普通障害じゃん。両方内出血。そりゃそうだよな。父の締められた。そうそう。マジで？もうお前携帯も電話出ないからいらんだろうみたいな。うん。ハンマーでバッキバキにされてて。マジで？やば。で、その時冬だったんです。とりあえず置き場行くぞってなって。パン1にさせられて。マジで？パン1でラッシングぐるぐるしてられちゃって。そう。ああ、その後に東京行ったんだ。話がぐっちゃぐちゃになっちゃって。いや、その話を戻して、怪我の話も戻そうや。この両膝なんですけど。両膝のここボコってあるんですよ。オスグッドじゃないんですか、そういうの。オスグッド、オスグッドこっちだよ。何なのオスグッド。オスグッド、オスグッド、オスとグッドなの。オスグッド、ここ、ここボコンってあるんです。そこだけなんですか、オスグッドって。オスグッドは何キロ増えたの、ぶっちゃいつからですか。まあ、うちの会社入ってから。入ってからですか、うん、入ってからだと23キロです。え、待って、びっくりした。そうでしょ。僕、65キロで入ってます。それで今、80あるってことですか。88。楽しとんだな。食う量がめちゃくちゃ増えたんです。ストレスが何、食に行っちゃったってこと。あ、俺食行きたいです。今食べます。髪の毛触りながらなんかちょっとかっこいい感じだなんか、いや、そういうタイプ。そうや、今長いんだ髪の毛。いや、まず髪の毛を切ってこいよ。まあ、堀川翔もそうだけど楽しみやで。全然切りたいですけどね。じゃあ切れよ。じゃあ別に切りたいっすよねって。別になんか俺が切るわけじゃねえんだもん。なんで俺がなんか。いや、なんかさ、堀川翔もそうじゃん、俺もそうだけど、アトピーだから長いと汚く見えるんやって。アトピーのやつって首とか綺麗っすね。俺なんかひどいよね、夏で。いや、俺最近また薬めっちゃ塗っとる。皮膚科行った。人によって違う、出る場所は。そうそうそう。首、俺ないじゃん。お前首出んの。こことかあるから首めっちゃ痒いけどな。首全然痒くないっす。もういいやって、血だらけでもいいやと思って書きまくったのかな。そういうのもう1日2日もう地獄だよ、うん、ちょんと水が降りられて、いけーみたいな感じだ。そういうのってなんか風呂入ってないでしょとか言われるやん。あ、言われる。若い子よう言われたもん。風呂入ったら治るだろ、お前。じゃあ風呂じゃねえよって言って。めっちゃ気にしてるっすよ。酔っ払っても絶対お風呂入るって言ってたし。あとで逆に入る。そうそう、なんかもう逆に痒さが増しちゃうから入るって。何言って、なんかでも小麦粉とかも気をつけた方がいいらしいですよ。グルテンフリー、あと洗剤とかな。そうそう、なんかそういう食べ物にも気を使った方がいいです。アトピーとかニキビとかできやすいから。本当に昔アトピーあったから小麦粉やめてグルテンフリーにしたらもう今めっちゃ綺麗に。グルテンフリーって何。小麦粉なし。小麦なし。だからもうそばとかそばとかパンとかも、ね、もうその小麦粉使わずにパン食わんとか。そこまでしてパン食わんや。いや、パン結構大好きな。だからその方って本当に何、何、うん、パンとかも小麦粉なしで作ったり。だって海一回行くだけで変わるとかいいだろ。
そうそう、アトピーってな、海水につけるといいとか言うよ。でも海水がめっちゃ痛いの。めっちゃ痛いな。そういうの変えて。マジで鬼のようにだよな。でちょっと気にかけてるけど、いろいろ話しなかった。アトピーじゃないですよね、元の毛。元の毛がお膝。いや、どうやった？膝で。ただ今週からはマジで痩せますよ。痩せねえ。まずアイスやめたりしなきゃ。アイスはやめないよ。やめないけど、適量にする。今適量じゃないですから。なるほど。アイスなんてトータルしたら1日4個だったんですよ。あ、そっちか。甘いものもだし、食べる量もだしだから余計なのかな。お前プロテインやら会社のやつ買ってた。いや、知らないです。じゃあんで、なんか肌にいいんだよ。筋トレしにいいで。爪とかにもいいって言うから、髪の毛とか。うん、だから結局なんか必須アミノ酸とか全部入ってるから、うん、先飲んでねえけどな。じゃあ俺も飲んどるで本当に肌めっちゃ良くなった。本当にこれ嘘じゃない。動画、まあ売れたら嬉しいけど、もう作ったやつ全部売れちゃったから、まあ、第2回やるかやらんかっていう、まあやってるけど。話がどこ行ったって感じ、それですよ。社長の話したり。まあ、まあ、おかげ面白いでいいや。なんか盛り上がる、やっぱ一番盛り上がる。フリートーク。うん。でもなんか多分職人飯みたいとかいる人いるから、バーベキューやりたいけどな。もうちょっと涼しくなるからいいんや、10月とか。そうですね。でもちょっとそうなったら私は参加できないんで、カメラマン岡部さんで。あ、そうか。何月？10月末なんで、まあ生まれなかったり。岡部と二人飯。誰がさ、こいつと俺と二人でバーベキュー。二人でバーベキュー。ご飯しててね、バーベキュー。めっちゃ面白い。じゃあ外でキャンプしてみたいな感じで。二人でキャンプ泊まり。テント張ってですか。コメント欄ちょっと求めようか。でもなんかそういう何コテージみたいなキャンプできるところもあるじゃん。もう向こうが用意してる。いや、そうそう、綺麗なやつやな。汚いところで自分たちで。確かに汚い方がいいですね。もう2人テント張って、2人で山でガチ語り焚き火してでカメラ持つわけじゃなくてもう置いとくみたいな。置いといて2人で常にマイクだけつけといて、社長実は僕入ってた。そうなんか、お前さ、ちょっとやっぱ山の力を借りて本音だ。動画で見る人は親子みたいって言われるかもしれない。まあじゃあ今日怪我の話は今度いいか。まあもっと5分ぐらいしかしないですけどね。30分ぐらい撮ってなかった。はい、いらっしゃい。はい、お、もうすごい。ごめん。ああ、じゃあね。ごめんね。お前食べてるとこ見てみたいね。もう一個欲しいぐらい。なんで？いや、それじゃダメだ。そうですよ。今日運動してる。大盛りくださいって言うじゃないですか。あの外食とかで白米大盛りください。これが大盛りとかで言ってきてるんです。食べ。いただきます。なるべくもうあのなんていうもう表現できないから。俺が欲しい量は。日本昔話みたいなこと言うじゃん。たまに昔。容器を。だけど何甘いもん食わなかったら痩せるんちゃう？飯も。甘いものって結構カロリー高い。甘いものとジュースですね。ジュースね。ポカリとかもあんま重たいぐらい。うん、暑かったんだ。ニコチカ代表だからかも。これ広げていたわ。あれじゃ。なんか熱が熱いの真ん中に行くから、こう穴開けとけば逃げる。めちゃめちゃだって湯気で始めたの。ね、砂糖だから、ね。砂糖ですね。じゃ塩も太るぞ。塩太るんですか？塩分やばいっていう。むくみとかにつながる。むくみもあるし。でもちょっとしますね。ちょっとします。あ、もう、やばい。ちょっとどころじゃなかった、今。さっとかけて。本当は俺、あれ2周するから。やばい、もう本当にね。太る原因、それだって。ちょっと取りすぎだと、やばい。取りすぎるとやばい。肝臓内臓痛めてるし。だからだって、コメントが。体の回復力とかそういうのが痛まるんじゃない。だからめっちゃ岡部さんの顔色が悪すぎる。病院行ってくださいってめっちゃ来てる。アトピーもあるでしょ。うん、あるしな。あと日焼けとな。はい。だって一番いかんからね、アトピーなんかも。そもそも日焼けは。日焼け止め塗ってやった方がいいんだよ。では、はい、ありがとうございます。この体出てきましたね。そうですね、出てくるんでね。どうぞ。はい、最近紅生姜食べれるようになったんですよ。そう、うまいじゃん、紅生姜。最近なんですよ、食べれるようになった。前までなんかいらないぐらいの感じだったんですけど、うん、はい、じゃあ、視聴者の皆さん、岡部が美味しそうに食べてるところを最後にこれで締めましょう。ぜひチャンネル登録、いいね。あ、足柄資材買い取りをちょっとなんかね、今全然足柄資材がやっぱり足りないようなので、またあの買い取り、ぜひ高価買い取りしてますので、あの相談だけでもぜひご連絡ください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てー。
Thank you.